タイトルはブンブンハローニコニコ動画。突然ですが、俺ブンブンハローニコニコ動画見てくんない？タイトルブンブンハローニコニコ動画。流します。皆さんは鼻毛はどうやって処理していますでしょうか。切ったり抜いたり、まあ、鼻毛カッターを用いたり、この3種類ぐらいが一般的な処理の仕方ではないかというふうに私は思っております。本日ですね、皆さんに紹介したい商品はこちら。じゃん、ゴッソ、見えますでしょうか。決してこちらの会社の回し物ではございません。こちらの商品なんですけど、レンジで温めて鼻に入れて勢いよく抜くだけ、簡単かつ気軽にできる、気軽にできる鼻毛脱毛ワックスなるものを私は本日、皆さんに紹介していこうかなというふうに思っております。この商品を試すために私は2ヶ月間鼻毛を一切処理をせずに、なんとかやりくりしながら伸びてきた鼻毛を畳み日常生活を送ってまいりました。最後まで見て、その2ヶ月間の集大成を皆様にご覧いただきたいというふうに思っております。それでは急いで準備するのでしばらくお待ちください。ステップ1、レンジで温められるように耐熱カップの中に紙カップを入れる。じゃん、すごい、なんか YouTuber っぽくない？そこが見えなくなるくらい YouTuber っぽくない？すげえ。上からラップをかける。すげえ YouTuber っぽくない？もっとカット対応すんの？こんな感じですかね。もうちょいかな、こんな感じかな。すげえうまそうな匂いする、ヨーグルトの匂いがするんだけど。ステップその3、レンジで加熱します。目安として500W で5分、600W で4分、600W で4分チンしていきます。このようになります。あ、そっか、このようになります。で、もうあとは1分間かき混ぜて、スティックのストッパー側につける。あ、こっちだね。あんまりつけすぎちゃうと喉の奥に垂れるから危険ですって感じ。やけどする恐れがあるので十分に、12分に冷まします。音でかい。やけどする恐れがあるんでね、12分に冷まします。そして1分間かき混ぜ終わったら、あの、なぜか手元映さずずっと顔映してるって、あの手元映さず俺の顔がずっと映ってるっていう、まあ今後の課題だよな、これかな。まあ俺初めてだから、こういう動画作るの、あの初めてだから、こういう動画作るの初めてだから、これは課題だね。俺受け止めるよ。このような形にまとめて整えて、ワックスをつけたスティックを鼻に軽く押し込み、約1分待ちます。お前これ作るの超時間かかったんだからな、怖い。他の動画サイトとかにもこちらの商品の実際にやっているあの動画とかいっぱい上がってるんですけど、一番気になったレビューといたしましては、プラスチックバットで軽く殴られたぐらいの衝撃があるというふうにありましたので、皆さん自分でやるときはちょっとご注意ください。もう片方まとめます。だからね、両方でやっちゃいけないって書いてあるんだけど、時間もないんで両方でいきたいと思います。両頭でいきたいと思います。こんな感じでね、最後まで見て整えて鼻に突っ込むと。 YouTuber っぽくない？これで約1分間しっかりとね吸着するように待ちます。カット少ないか。なるほど。本当にね、2ヶ月間ねマジで鼻毛の処理してないから相当だね。ただ言うのが眠ってると思うんですよね。さあ、それでは1分経ちましたので、まず右の鼻から行ってみたいと思います。これちなみに入院中に抜け出してきて撮ってるからね、ガチで。ね、入院中にこれ多分ね、後ほどねアップに、これなんとかして、なんとかして実況撮れねえから、なんとかして動画上げなきゃと思って、入院中にあの、外出して、俺自宅に戻ってきて、撮ってるからね、これ。あの、新宿西口のドンキでゴスト買ってきて。ます。ワックスをつけたスティックを、鼻に軽く押し込み、1分間お待ちいただいた状況で、一気に引き抜きます。じゃあいきます。表情変えていきます。さあ、2、1。これ一番頑張ったと思うんだよ、みんな。頑張ったから、評価して、今と。皆さんにご覧いただけますでしょうか。すごくない？これでもすごくない？これはね、すごい、すごくない？これピント合ってますかね、皆さん、ちゃんと。え、なんでここ見せないと意味ないじゃん。バルーンウニ、バルーンウニのような、すごいから、やった方がいいよ。素晴らしい効果は抜群ですね、これ。
続いて左もいきます。3、2、1。痛い、ちょっと待って、痛い。これはでもね、すごいね、効果ありですよ皆さん。わかるかな、ピント合ってるかな。なんで、汚くないじゃん。これで合わせた方がいいかな。しかもちゃんとピント合わせて、サムネ用にピント合わせたからね、これさ。これでサムネにしようとしてたから、ここ。ねえ、ここサムネにしようとしてたんだけど、絶対クリックするでしょ、こんなの。絶対クリックするでしょ、鼻毛脱毛の脅威みたいなタイトルでさ。ちょっとですね、一応私もアイドル路線で売っていきたいんで、こういうのあんまり良くないなと思いまして。しないの？かなりですね、今映したことを後悔しておりますけど、一応このようにかなり効果は抜群だということが分かっていただけたんじゃないでしょうか。なので女性も男性も、若い子もお年寄りも、ぜひですね、鼻毛の処理をする際はこちらのコツを試してみていただければなと思います。私のこのこちらの動画 ではですね、日常生活の役に立つと商品をガンガン紹介していこうと思いますのでぜひ皆さん使ってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。しかも俺これシリーズ化しようとしてたから、みんな楽しみにしておいてくれな。楽しみにしておいてくれ。これクオリティ上げていくから、これクオリティ上げていくからね、マジで。この動画クオリティ上げていくから、マジでシリーズ化すっから。そんでも最高峰になったら世に出していくから、最高峰になったら世に出していくから。YouTuber っぽくない？でもなんかね、この、手応えはあったというか、この、編集とかめっちゃ時間かかったんだからね、朝の4時までやってたんだからね、もしかしたら幕末史が朝あげるかもしれないっつってさ、俺さ、朝の4時までやってたんだよ、編集。朝の4時まで、ちょっとだからみんなも期待して、今後の、ブンブンハローニコニコ動画に。もしかしたら突然上がるかもしんないから。ブンブンハローニコニコ動画。この後さ、で俺がさ、一生懸命編集した後にさ、あ、もう、あれかな、ヒカキンとかもしかしたら上げてんじゃねえかと思ったら、丸々一緒の動画上げてて、しかもあいつめっちゃ頑張って上げてて、で、ボツにしました。なので、皆さんもね、動画っていうのはその生き物だから。動画っていうのは生き物だから。